皆さんこんにちは、井川です。今回は後ろに下がれない方が足の部分でやっていることがありますので、そちらの説明をしていきたいと思います。まず通常シャトルがこう飛んできた際、目線の方がバンと上がって、それに対して上体を回して後ろにこのような形で下がっていくことが多くなるかと思います。で、その際に速い選手の場合は何が速いかというと、その予測地点に対してその方向に体の向きを変える運動が速いと。そこからある程度の落下まで調節をして打っていくというような感じになります。それが下がれない方の場合、バン、球を見る、向きを変えるこの時にこのような形でコンパスのように右足を外に向かって回す、回した後後ろにつけようとしている方が多く見られます。足が基本的に構えている時には歩幅というものは開いているケースが多くなりますが、体重が右から左に移動をした際に左で向きを変え右と、それが右の奥であれば右、真後ろであれば真後ろ、左であれば左というふうに進みたい方向に先に左足の向きが変わり右を出していくと。で、その際に一番体の回転というものが速いものは、向きを変える際体重が右から左に移動をした際に左が方向として進みたい方向に回る運動を行っている時、右足が極端に言うとこうですね、右足が左に寄るようにして回ってもらえると外側に遠心力が働かなくなりますので素早く回ることができると。で、あとはその左足の向きが進みたい方向に1、2、3というふうに回った後には右が開かれていくと。なのでラウンドの場合はこのまま180度回れば、そのまま開いてラウンドというふうに入れる分、運動が一番楽な場所になってくると。それが右足が開くことによって一番時間がかかってしまいラウンド側に下がれないという方が多く見られますので、まず回る際には寄せる、回る、開くと。右の体重左に移動した際に右を左に寄せて回ってから右を開いていく、こちらの運動をすることによって向きが素早く変えられ、なおかつ進みたい方向に利き足がポンと踏み込みやすくなっていきますので、右足が早く床につけば左っていうのが移動しやすくなるため早く動けると。右足がなかなか床につかないから下がるのに間に合わなくなってしまい打ち損じというふうな状態になっている方が多く見られますので、まず練習としては右のものを左、右、左というふうに前傾を保った状態のまま行う、右のもの左、それによって右のものを左に移してきたら回る、
で、体の向きが回った際に引くというような運動をしていただけると、スムーズに下が回る、上が回ると。下が回らないから上が回しづらい、そうなってしまうことによって回りきれなくて正面というふうに下がれない方が出てきますので、まずは前傾で寄せる、右の体重左、そこから回る。引くのは回ってからっていうふうに、順番として足元、次に上半身というように、一つずつの動作をしっかりと行うことによって、出される、回る、下がる、打って打った後すぐ出るというようなスムーズな動作になりますので、右足を外にコンパスのように開いている方は、外側から右を進みたい方向に持っていくではなく、体重移動とともに寄せて回ってから開く、こちらの方を注意する中で素早く方向を変える、そこから進みたい方向に走るというような運動で、シャトルに対して動くことを意識する中で、しっかりとしたショットが打てるよう注意をしてください。チャンネル登録がまだの方、ぜひこちらからご登録の方をお願いいたします。今後見たい動画などリクエストの方ありましたら、コメント欄でお待ちしております。